活性だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は延岡市企画課の渡辺洋次郎さんに延岡市のバス交通について伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。延岡市では定期路線バス以外にもいくつかのバスが走っているそうですね。はい、皆さんやはりあのバスと聞いて最初に思い浮かべるのは宮崎交通さんの定期路線バスということかと思いますが、延岡市ではこの他にも、北方町のコミュニティバス、これ爽やか号と言います。その他に北浦町、北川町の福祉バスといったような感じで、様々な形態のバスが運行しているんです。このうち定期路線バスにつきましては、各地区から市の中心部に向けて運行する市内路線、その他延岡市と日向市、あるいは延岡市と高千穂町などを結ぶ広域路線があり、現在合わせますと60系統ものバスが運行しています。また北方町、北浦町、北川町では合併前からコミュニティバスや福祉バスが運行されていますが、これらのバスはそれぞれの地域から町の中心部となる各町の総合支所や病院までを運行する地域に密着した生活交通路線となっています。今月から乗り合いタクシーという新たな公共交通の運行も始まりましたよね。はい、この乗り合いタクシーは、市内の公共交通空白地帯、こういったものの解消を図るということを目的としまして、今回、2路線を導入をした、しております。これは延岡市では初めての試みということになるんです。今回、導入しましたのは今月の3日金曜日から安井神戸地区で、また6日月曜日からは上三輪中三輪地区で、運行開始いたしました。安井神戸地区、上三輪中三輪地区とも週に2日、1日あたり1往復運行するもので、運賃は定額制となってまして、1回乗車するごとに高校生以上が200円、小中学生が100円、未就学児は無料となっております。この乗り合いタクシーは各地区から最寄りの定期路線バスの停留所までを運行することになっておりまして、安井神戸地区からは宮崎交通バスの川口バス停まで、それと上三輪中三輪地区からは同じく宮崎交通バスの細見バス停までを運行し、そこから市街地に向かう定期路線バスに乗り継ぐことができるというようなことになっております。今回2つの地域で乗り合いタクシーの運行がスタートしたということですが、今後他の地域への導入も予定されているんですか？はい、この乗り合いタクシーの導入につきましては、市内の公共交通の空白地域、この中でも特に地域内に病院あるいは生鮮食料品などを扱う商店、こういったものがなく日常生活に支障をきたしているということに加えまして、最寄りのバス停、定期路線バスのバス停まで停留所まで相当の距離がある地区への導入を検討していくことになります。今後導入予定地域につきましては、今申し上げましたような条件をすべて満たしているということはもちろんのことなんですが、導入した場合に十分な利用を見込めるのか、また十分な効果が期待できるのかといったことを地域の皆様と一緒に協議させていただくことになると、このように考えております。延岡市ではこの乗り合いタクシー以外にも公共交通の充実に向けた取り組みを進めるそうですね。はい、大きく分けて3つの事業に取り組んでいくことになります。で、そのうちのまず1つ目が、今お話ししたような、乗り合いタクシーの導入などによる公共交通空白地域への対応となります。そして、2つ目がコミュニティバスや福祉バス、こういったものの路線の見直しとなります。このコミュニティバス、福祉バスの見直しにつきましては、現在、各地域におきまして運賃あるいは運行回数などが異なっておりますので、まずは運賃の統一を行い、これと合わせまして各地域で、利用者の皆様に同等のサービスをご提供できるよう見直しを行っていくということになります。そして3つ目が、バスに関する情報発信や利用促進の取り組みです。このバスに関する情報発信利用促進につきましては、バスが市民の皆様にとって最も身近な公共交通であるということを見直していただくため、市民団体や商業団体、それと交通事業者の皆様により延岡市バス利用促進協議会を設置し、さまざまな事業を進めていくということにしております。具体的にはどのような取り組みを行うんですか？はい、この協議会の主な取り組みとしましては、まずはバスの運行状況を皆様に知っていただくため、バスの路線図、その他に時刻表、こういったものを作成するほか、児童対象としまして
バスの乗り方教室を開催するほか、主要なバス停留所の整備、こういったものを考えております。これからのバス交通で最も重要なことはどのようなことでしょうか。はい、やはり延岡市におきましてはバス交通が地域交通の要ということになります。特に高齢者やお子さんなどご自分で車を運転することができない方、こういった方にとりましては通院や通勤、通学あるいは買い物といった日常生活を送る上でなくてはならない必要不可欠な貴重な移動手段となっています。また市町村合併を行いまして延岡市は九州で2番目という広大な面積を持つ市となりました。この広大な市におきまして地域をつないで地域のコミュニティを形成するというような取り組みを行う上でやはりバス交通は大変重要な要素であるとこのように考えております。そのためにも市ではこれまでお話ししたようにバス路線の整備、拡充などバス自体の利便性を上げるということに加えまして同時にバスを利用しやすい環境の整備、こういったものも行っていくことになっております。しかし地域のバスを安定的に運営していくということを実現するためにはやはりよく言われることですがバスを乗って残す、地域で残すということが一番重要な取り組みとなります。これからも市民の皆様のご協力、地域を挙げてのご協力をお願いいたします。今回は延岡市のバス交通について延岡市企画課の渡辺さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は延岡市の企画・政策で延岡市政だよりをお送りしました。